どうもピアキングです。今日はこのコースやってきます。フィールドオブスチュービット2、バカなフィールド2ということですね。で、前回もそうだったんですけど、今回も私めちゃめちゃテンションが上がっております。というのもですね、スティーボーさんの新作コースなんですよ。この方はね、僕が好きなバグトロール制作者で上位の方に常にいる方ですね。いや、この人の仕掛けはね、マジで人を笑わせてくんのよ。そんなスティーボーさんを僕は愛してる。そう、 I love you、I love you。 バカにしてんのか。それじゃあやっていきます。クリア率は 1.33%。 まあ、この人の罠の特徴で言えば、クッパの雑な扱い方がうまいっていう感じです。マジで面白いから見てて。まあ、そんな罠が今日あるかわかんないんだけど、期待してるぜスネーボさんよ。じゃあこの風乗っちゃっていいのかい。開幕派だ。なんか意外と普通だね。しょっぱなバグを持ってくるとかそんなことはしないか。お楽しみや、後で撮っておくみたいな、そんな感じだろ。車でめ、ね、さっきからさ、行かなくてもいいような罠に引っかかってるような気がする。さあ、このバレを越えていきますよと。おいおい、なんじゃそりゃ。え、砲台左下向いてないか。左下向いた状態でさ、クッパクラーに乗せることができんの。まあ、真下に出てるからね、そんな罠には引っかかりませんよと。なんでよ。バリベをぶっ壊すな。こんなんばっかりやってたらね、またバグでピオキンが喜んでるなんて言われちゃうんだって。いや、勘違いしないでね、僕はバグなしトロールコースも好きなんだからな。おい、おかしい。ポヨンじゃねえんだよ、バグりすぎだろそれは。この人のコースはね、こういうコースなんですよ。バグりすぎて僕も脳が追いついていかないって。そろそろ僕もバグっちゃうかもしんないよ。これは下でいい。そしてパウに乗る。楽しませてくれるな。ここは左下に落とせばいいのかな。いやいや、ダメだ、また貫通するかもしれない。右下に落として左下に降りる、これが正解なんだ。さあクパクラ、君さっきはよくもやってくれたな。クジダスの刑だくらい。ちょ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 、おくじゃ。上に行かされると思いました。さあ、このリフトに乗りの下に行く。で、下には何か、何かあったな。なんだお前、ブラパンを出す必要はないと思うんだよな。だからこっから右押しっぱで行く、うん、このパン大丈夫かな。もうなんか全てが怪しく見えない。普通に乗る、これ。あ、乗るんだ。乗って、あー、パンが3つあるってことはさ、1個持っていかなくちゃいけないって思うじゃん。だからパンを持った瞬間ジャンプしてかわしいので、ここは何もないよな。で、パンを重ねて重ねて残りの1個、こいつを持っていこう。多分これが正解だと思いますよ。放題2個。こんな2分の1だって。いや、絶対に今日は当ててみせるよ。僕はね、こんな2分の1失敗しちゃうんだから。正直ね、奥の方に行っても落とされる予感しかしないんだよな。大丈夫か。いや、大丈夫か。そしてパンは発動しいの、この先。あ、中間じゃん、取らせてくれる。よっ。中間早かったね。で、これは下に行けばいいのかな。バカか俺は。すいませんね皆様、完全にヘマをこいてしまいました。いや、だって下行けるって思うじゃん。まさか落とし穴とか思わないじゃん。右にはヨシカ、上にはフラバーケ。このバーギリギリのところまで行ってみようか。特に何も変わりそうない。ここにさ、縦の線があるってことは、このリフト落ちるやつなんでねえの。ほらほら。そしてこのフラワーとリーの上にまだ行けるところがある。どっちだろうな。上ギリギリ行けない？見えないね。周りそれ絶対見えてるよね。その視界を共有してくれよ。お前答え知ってんだろ絶対。まあいいや、一旦この赤いヨシコ、鳥居の赤いヨシコじゃない。まあまあ、でもこれ一応チャッカノーチャッカマン。まったく、マリーが視界を共有さえしてくれればこんな罠に引っかからなかったっていうのによ。この上ツタがあるじゃねえか。いや待て待て、砲台かなんか来るかもしんねえ。慎重に行こうか。ピンポンじゃねえんだよ。そういや、最近さ、歌いながら実況してください、で、罠に引っかかった時絶叫してくださいっていうコメントが来て、で、そのコメントが来た瞬間に、歌いながら実況するのやめてもらっていいですか、気分が悪くなりますって言っちゃってさ。いや、僕はどっちを優先したらいいんだろうなと思って。いやね、結構そういうの気にしちゃうタイプなんだ。まあ、僕の歌ってね、めちゃめちゃ不評。だからあまり歌わない方がいいのかなと思うんですけどね。あ、ここは左に追っておく。やめろ。
聞こえないのよ、その変な歌声でピースイッチの音が全部自分のせい。これキャップ取っちゃっていい？うわ、絶対下降りたらダメだって。もうここまで言ったら行くしかないよな。下行ったら何がある？ですよね。なんかさ、今日の実況一部の人に好かれそうで一部の人に嫌われそうじゃん。これは下行っていいの？あいつ中身入ってない？大丈夫だね。中身入ってるパターンじゃない？これかぶれないよ。おかしくないかな？ブブーじゃないんだよ。じゃあ上に投げてみようか。なんでこれなのかな？同じ溶けそうじゃんか。いや待て待て、このテレサ倒せるんじゃないのか？お前強くね。じゃあどうすればいいんだと。トゲゾウはかぶれない。そしてこの下には隠しブロックがある。いやマジでわかんねえな。このトゲゾウ別のところに投げる。あ、わかったかもしれん。ここ緑色が見えるね。なるほど、土管があるってことか。こんなヒント出してやったらわかんねえよ。中間が見えた。中間を取らせろ、取らせろ、取らせろ。待って、ゴールがあるじゃん。このゴールはバーがあるから行けそうにない。だからこのボブヘア持ってっちゃってーの。ここでブロックを壊せば中間が取れるということですね。いやいや、優しいのか。え、中間だくる。中間どこやったんだよ。おい、この先は土管に入れませんね。なぜか中間が消えてんだよな。意味わかんねえ、このすんなって。もう頭がパンクしそうだよ。じゃあこの土管に戻りの。もうさっきこの土管来たじゃん。なんで別の場所に出てるの？あのフラワーが取ったらいけないと思いますよ。上は隠し文句ない。あのフラワー取っても戻ってこれないよな。絶対そうだよな。だからこっちの土管でやってる。中間よっしゃーいかー。あの中間が消えるなんてそんなこと絶対にあるわけがない。だから何かからくりがあるんだよ。このドアに入るでしょ。わかった。これさ、バネで押し出されて右のドアに入れられてるんだ。今見えたかな。だからここは実質別の場所みたいだ。なるほど、そういうことだったんで、ね、いや謎が解けてすっきりしたね。で問題はこの先なんだよな。このファイヤーがいるかっていう話なんだけど、右にのさ、土管に入った瞬間左押し一発でも中間取れそうじゃなかった。まあ一旦このファイヤー取ってみようか。ピンポンって言われたけど、なになに。なるほどね。このクマクラが迎えに来てくれるとは。ありがとうクマクラちゃん。さあ中間を取らせろ、取らせろ、取らせろ。あとはゴールのみだね。これ Z してっていいのかな。一回する、でもう一回して、次は何もしないのが正解だった。甘いよ。邪魔くせ。お前ちょ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 、調子に乗るな。これはもうトロールをやりまくってる人用の罠だよな。普通の人だったらさ、こうやってスピンで行っちゃうんだけど、トロールやりまくってたらああいうとこ警戒しちゃうよな。でこのオンオフは何？なんで今一回変わったの？何回か変えておこうか。こんだけしておけば大丈夫でしょう。さあ右に一周地がいますけど、こっちに来るとかはそんなんはない。じゃあ右に行っちゃおうか。左のキノコもすげえ気になるんだけど、あのキノコを取ってこいということですね。うわ、ここすげえ気になる。足もあるからちゃんと。アップだよ。そんなんじゃ引っかかるねえよ。ハッピーハッピーハーナー。人がせっかく気持ちよく猫ミームの歌を歌ってる時によ、こんなわけわかんねえバグを持ってくんだって。さあ、あの花から逃げの土管に入っていきます。次は僕は何もしないよ。いやー、すぐ上すぐ上すぐ上で、あん中何もないよな。砲台があるだけか。てっきりキノコとか隠してるかなと思ったんだけど、また上が見えねえって。もうそのキノコいるかわかんねえな。もうキノコ取っていくよ。今度は上へ。ツタだ。でもないのか。花が花を食べてんじゃねえ。絶対右の砲台なんかしてくる。左右に動くか落ちるかしか考えられないね。絶対かわすんで、ちょっと集中させてもらっていいですか。あいや違うんだって。左2つの砲台が移動してきたよな。だから右2つに乗っておく。いやこれだー、マゴミー。ただ私はですね、この下2つの砲台すごく怪しいと思うんですよ。キノコとか出してくれる雲、この雲に乗っちゃって下に行っちゃってみようか。なんか下行けるルートがあるね。おいおいおい、鍵があるじゃねえか。さあこの鍵を取って、上の鍵ドアに。うん、入れないよ、バーガール。あああ
ならこの雲が消えないうちに鍵を取ってさらにまた戻ってこいっていう感じだよな。めちゃめちゃスピード勝負じゃねえけ。じゃあ鍵を取ります。雲消えるんだよ、頼む消えるんだよ。お前どこ入ってんだって。え、瞬間戻し。いやでも左ドッスいるよな。あのドッス当たれる？おや、当たるし。え、なにそれ。え、意味わかんねえ。え、このドッス乗ってなんだよ。ちょっと待ってって、わしつもマッサージどころじゃねえんだよ。てか右のブロック開けたってことは中間ポイント取らなくちゃいけないのかい。頼む、誰か僕をやってくれ。いやおかしいじゃん、ドッスンの上に乗れるってさ。そんなの 3D ワールドスキンだけでこっちは満足だろよ。このワールドでドッスンに乗れるのはマジでバグってると思うよ。さあゴールが見えた。こいつを叩けてけ、右から叩いててみようけ。お前らサンタクじゃん、無理だって。下は下にいたら。悔しい。悔しいよ、こんな連動バカにしたような交際久しぶりにやったよ。これは右に出るのかい、そして上を審判でいいのか。絶対ダメだろ。でも上を審判、よしよし。いやいや最高に楽しいバグトロールコースでした。クッパがいないのはちょっとだけ寂しかったけど、それでもすっごいコースだったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、尻尾フリフリ。説明文に尻尾でバネをこじ開けてゴールって書いてるんですよ。まあサムネの見たまんま葉っぱを取ってタヌキマリオの尻尾でバネをこじ開けてゴールしろっていうコースだと思うんだよね。いやこれさ、バネを尻尾で叩くとどうなるんだろうね。落ちていく感じがないじゃん。それがすげえ気になってさ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.24%。 そんでこれゴール条件があったんだけど、多分ゴール条件はやっぱり一回地面から離れたら着地しないでゴールだよな。上等じゃねえか。どうせ足つく暇もないんでしょうけどね。で時間は10秒しかない。このバネをこじ開けろっていう感じだった。下手くそか。これさ、バネを尻尾で弾くとどうなるんだろうね。バネが落ちそうな感じしないんだけど、思ったより尻尾短くね。これね、突っ込んじゃうとバネに弾き返される未来しか見えないのよ。こうやってさ、なるほど、低重力か。いけそれさえ分かればもう簡単だよ。ここでチョンと当ててその隙間を拭っていくだけなのに難しいのね。たった1回でいいのよ。たった1回バネをこじ開けてバネに当たらなかったらいいだけの話なんだよな。はっ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 。攻略法はないのか。闇雲にやっててもクリアできない。まず攻略法を見つけるんだ、ビオキング。ないよこれさ。めちゃめちゃ簡単そうに見えるでしょ。でもね、まむっついだよ。もう疲れた。ただバネを弾くだけなのにこんなに難しいとはな。お前のせいやったぞ。よっしゃいや動画内でも言ったけど、これマジで簡単そうに見えるでしょ。本当にやってみてほしい。めちゃめちゃむずいから。素敵なコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。